5月21日日曜日、明治安田生命 J2 リーグ第17節、 FC 町田ゼルビア VS 清水エスパルス1対2で負けました。ロスタイムに決勝点を決められ負けました。首位との勝ち点差を8に縮めるつもりでした。結果的に14に開きました。正直、言葉が出ないです、はい。試合後のね、秋葉さんのインタビューでは、まあ、全て自分の責任だと、おっしゃってましたけど、うん、そこまで、うん、秋葉さんがね悪いとは全然思わないので、あまり自分を責めないでほしいんですけど、まあまんまと、まあ町田さんにね後半は特にはめられたなっていう、感じですね。前半は良かったんですけど、うん、特にね、前半42分ぐらいに落ちたのかな、うん、中山選手のゴールで、うん、あの辺りの時間帯はすごい良かったんですけどね、後半はちょっとやっぱその前半の勢いがないというか、まあ、町田がハーフタイム中に、うん、まあ、うまいこと、うん、修正してきたなっていう印象で、後半の本当ね、もうラスト10分ぐらいはほとんどやられてたので、ロスタイムぐらいで、ロスタイム前ぐらいからかな、あの町田のシュート2本ポストとかあってね、で最終的に、うん、決められるっていう、もうやられ放題でしたね。うん、なか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 きついっていうか、相当きついですけど、うん、この、まあ、前ね、リーグ前半戦のすごい大事なねアウェー2連戦っていうところだったので、でそれを前節、アウェー千葉で落とし、でまあ今回は本当山場というか、相手が首位なのでね、それこそ本当に落とせない試合だったんですけど、うん、ちょっとね、言葉が出てこないですよね。まあまだプレーオフ圏内は全然余裕で多分いけるとは思いますけど、でまあそういう問題じゃないですよね、うん、そういう問題じゃないんだよな、うん、そのやっぱ目指してるところが、まあ、あの優勝なので、自動昇格圏内とかじゃなくて優勝なので、うん、まあもちろん100歩譲ってね、まあ最終的に2位で自動昇格できれば
いいかもしれないですけど、ただやっぱ2目指してたらね、プレーオフ圏内ギリギリになっちゃいますし、あくまで目指すのは大前提で優勝しかないので、まあただちょっとあの町田の2点目が入った後の、まあ、町田のサポーターとか選手の、あの喜んでる姿、はい、ちょっともうめちゃめちゃイラつきましたね。ちょっと見てられなかったもんな。まあだしね、元清水に所属してた選手もまあいるので、なんか余計に悔しさが残ります。はい、まあということで、順位の方はただそこまで、今日の夜かな、岡山の試合があるんですけど、まあ、岡山がもしそれで勝てば、抜かれて9位まで下がるのかな、ただまあもうそこの順位は正直どうでもいいです。はい、まあもう、まあ、当たり前ですけど次勝ちましょう。正直秋葉体制で連敗するとは、思ってなかったので、思ってなかったっすよ正直。そうそう負けねえだろうって思うじゃないですか。負けましたけど、連敗しましたね。次勝ちましょう。はい、次勝って、その次も勝って、また連勝を、積み上げていきましょう。応援することしかできませんが、まあはい、応援することしかできないので応援していきます。はい、言葉が出ないです。またじゃあ、次は、ホーム金沢戦ですね。はい、また仕事で行けないので、じゃあ次はどう、この動こういう動画も出せないですけど、皆様が、試合後に、笑っていられるように、僕も笑っていられるように、心の底から願いたいと思います。もちろん選手も笑っていられるように、はい、もうそれだけです。じゃあ次は皆さん笑顔で言いましょう。1週間後、じゃあお疲れ様でした。バイバイ。